バルドスタはアメリカ合衆国ジョージア州の南部に位置するラウンズ郡に位置する都市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年の国政、バルドスタ大都市圏の主要都市であり、2010年の都市圏人口は13万、市内にはジョージア大学システムに属する地域校、バルドスタ州立大学があり、学生数は1万3000人を超えている。また、 バルドスタ高校は国内で最もアメリカンフットボールの価値数が多い高校である。アザレアが多く生育されているのでアザレアの都市と呼ばれる。毎年3月にアザレア祭を開催している。バルドスタは1860年12月7日に法人化され、この時軍政府は近くのトループビルからバルドスタに移された。トループビル住民はガルフ アトランティック鉄道が4マイル離れて建設された時に住居を移した。1860年7月4日、サティラ3号と呼ばれた機関車が最初の列車を引いてガルフアトランティック鉄道のバルドスタ駅に入ってきた。現在事実上廃村になっているトループビルは州知事ジョージトループから名前が取られており州内のトループ軍も同様である。バルドスタは トループの荘園であるバルドスタから取られており、その荘園はイタリアのバッテ・ダオスタ州から取られていた。アオスタはラテン語の8月であり、皇帝アウグストゥスを指している。バルドスタという言葉は文字通り解釈するとアウグストゥスの都市の谷となる。当初、町の名前は美の谷を意味するという噂が長く続いていた。バルドスタ周辺の土地は平坦である。 南北戦争後の1871年と1872年に、ラウンズ軍から100人以上のアフリカ系アメリカ人の、農夫家族、工芸人、労働者が、より良い生活を求めて、アフリカのリベリア、アリシントンに移住した。これは、アメリカ植民地協会の支援で可能になった。1871年に出発した、最初の集団は、ジェファーソン・ブレイスウェルが率い。 二番目の集団は、アーロン・ミラーが率いた。旧ラウンズ軍庁舎、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定、バルドスタ中心街の中心にある1902年11月、ハリス・ニッケルプレートサーカスの人気者像ジップシーが暴れ出して、調教師のジェームズ・オールワークを殺した。ジップシーは、数字官庁を恐怖に包んだ後、街の北にあるチェリークリークに走った。それを、 警察署長のカルビン・ダンピアと受刑団が追った。ジプシーは、クラック夜厳選ライフル銃で撃たれて殺され、その場に埋められた。ジェームズ・オールワークは、バルドスタのサンセットヒル墓地に埋葬された。1918年5月、ダウンズ軍で、大きな人種暴動が起こった。黒人農業労働者のシドニー・ジョンソンが、白人の応援師ハンプトン・スミスに繰り返し虐待されて、来たと考え、 スミスを銃で殺し、その妻を負傷させた。このために、リンチを要求する、ボート集団が、バルドスタに集まり、5月17日から24日まで、続いた。その結果、21歳の妊婦メアリー・ターナーを含め13人の、アフリカ系アメリカ人がリンチされることになった。シドニー・ジョンソンは5月22日の銃撃戦で、バルドスタのサウストループ通りの家で捕まえられた。 ジョンソンが死んだ後、700人以上の群衆がジョンソンを虚勢し、その体を引きずってパターソン通りを降り、猛分の町まで行った。この暴動の後、恐怖に囚われた500人以上のアフリカ系、アメリカ人がラウンズ軍とブルックス軍から逃げ出した。ラウンズ軍における1918年5月のリンチ騒ぎは、第一次世界大戦後にアフリカ系アメリカ人に向けられた。 組織暴力の大きなトレンドとなり、1919年の赤い夏につながった。1922年までに、クー・クラックス・クランのバルドスタ支部が公然と集会を行うようになっていた。旧ラウンズ軍庁舎、1900年代初期の建築軍級調査は1905年頃に建設され、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定され、軍の庁舎としては7代目である。 初代庁舎は1828年に最初の軍庁所在地フランクリンビルに建設された。1834年、新しい軍庁所在地トループビルに2代目軍庁舎が建設された。その庁舎は1842年に建て替えられた。その建物が1858年6月、ウィリアム・ビー・クローフォードがつけた火事で焼けた。バルドスタでは、 最初の軍庁舎は1860年代に建設され木製建屋だったが1869年の火事で焼けた。もう一つ木製の庁舎が同じ場所に建てられた。1875年には2階建てレンガ造りの建物に置き換えられた。1900年、軍政委員会がより大きな建物が必要だと判断し、1905年、7代目の軍庁舎が 建設された。地元では、旧軍庁舎と呼ばれる建物になっている。2010年8月と9月、軍政府は全く新しい政府ビルに移った。ラウンズ軍庁舎は、ジョージア州でも最大級に美しい軍庁舎と広く認められている。多くの者が訪れ眺めた歴史的場所である。この軍庁舎は、集会、公的な展示などの行事にも利用できる。バルドスタは、 国内でも朝鮮イメンの生産中心地だったが、渡見ゾウムシの被害で1917年には、免花生産が止まり、農業はタバコに向けられ、他に松材を生産した。バルドスタデイリータイムズ紙は、これまでに2度、世界で2番目のコカ・コーラ瓶詰め工場がバルドスタにあったと報じてきた。地元経済は、週間高速道路75号線が地域を通って建設された時に、 重大な後押しを受けた。特に、アメリカが州国中西部やカナダのオンタリオ州から、フロリダに向かう、行楽客は、ウォルトディズニーワールドやオーランドに行くときに便利な、最後の立ち寄り所として、バルドスタを使った。第1バプテスト協会、1899年、建設マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアは、バルドスタで、かつて開催されていた、高校弁論大会で2位になったことがあった。 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、1968年11月に、バルドスタのムーディ空軍基地で州軍の飛行訓練を受けた。労働統計局の月間レーバーレビューによれば、最初の ATM 機が、バルドスタの C&S 銀行に設置された。バルドスタは、雑誌、サイトセレクションにより、2003年のアメリカの小さな街トップ100に選定された。2010年、 雑誌、ホーブスにより、事業と経歴のための最良の小さな場所の一つに挙げられた。1910年、雑誌、フォーチュンが一人当たり収入を基準に、アメリカで最も裕福な都市にバルドスタを挙げていた。バルドスタは、北緯30度50分48秒整形83度16分59秒、北緯30.84667度整形83.28306度、 30.84667-83.28306に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は30.3平方マイルであり、このうち陸地29.9平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は1.09%である。バルドスタはアトランタの南230マイルにある。 フロリダ州オーランドからもほぼ同じ距離にある。フロリダ州との宗教から北に約15マイルに位置している。ジョージア州の海岸平原にあり、ほとんど平坦である。高規格道路ならバカーブも起伏もない区間が続く。バルドスタとウェイクロスの間の鉄道60マイルは、かつて世界でも最長の直線区間だった。バルドスタは温暖湿潤気候にある。温暖で雨の降る冬と、 暑く湿度の高い夏が特徴である。気温は下肢90度を超えることが多いが、極端な熱波が訪れた場合には下肢100度を超えることもある。降雪は丸田が降ることもある。そこそこの雪が降ったのは1989年が最後であり、2010年2月からは降雪が記録されていない。しかし、12月から2月の間には軽い霜が降りることが多い。冬には、 インディアンサマーが起きることもある。冬に下肢25度以下に落ち込むことは極めて稀である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば2009年のバルドスタ大都市圏の推計人口は135,804人であり国内第281位だった。この大都市圏にはラウンズ軍、ブルックス軍、ラニア軍、エコロズ軍が含まれている。 一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。バルドスタの空中写真バルドスタは、ジョージア州西南部にあり、フロリダ宗教に近く、週刊高速道路75号線が走っているので、多くの製造工場があり、南ジョージアの商業中心になっている。周辺地域では、タバコ、海軍物資、特にテレピン油、松材やパルプ材を産出している。 ジョージア州地域社会関連省によれば、海軍物資の世界需要に対して80%を供給しているので、世界の海軍物資首都と,と呼ばれている。小売業では、地域でも著名なバルドスタモールがあり、JC ペニー、シアーズ、バックルクロージング、オフィスデポ、ペットスマート、ベルク、オールドネイビー、ロスストアズなど全国チェーンの機関店が入っている。このモール周辺あるいは、 付近の大型店としては、ベストバイ、ザ・ホームデポ、コールズ、ローズ、オフィスマックス、ターゲットがある。歴史ある、中心街には、多くの地元企業があり、著名なショッピング地域になっている。また、ファイブポインツ地域は、ビッグロッツ、ウィン、ディキシーなど多くの全国チェーン店や、地元レストランがある。ムーディ空軍基地は、バルドスタの北約9マイル、ラウンズ軍北部にある。 ラウンズ郡教育学は、修学前から12年生まで公共教育を担当し、小学校7校、中学校3校、高校1校が入っている。上勤教師は592人、児童生徒数は9245人である。バルドスタ市教育学は、市内の修学前から12年生まで公共教育を担当し、小学校5校、中学校2校、 高校一校が入っている。上勤教師は447人、児童生徒数は7178人である。バルウッド学校は独立系カレッジ準備校であり、幼稚園前から12年生までを教えている。ジョージアクリスチャン学校、ライトハウスクリスチャン学校、オープンバイブルクリスチャン学校、ハイランドクリスチャン学校、セントジョンカトリック学校、ビクトリー、 クリスチャン学校など、キリスト教学校いくつかが幼稚園から12年生までを教えている。バルドスタ州立大学のウェストホール市内にバルドスタ州立大学がある。南ジョージア州立女子主犯学校として1906年の設立である。1950年にバルドスタ州立カレッジとしてジョージア大学システムに入った。 このカレッジが1993年にはバルドスタ州立大学となって州内地域大学2校の一つになった。過去10年間でかなり成長し学生数は1万3000人になっている。学内であるジョージア州知事の名誉プログラムは標準的な学科から幅広い知的分野まで優秀な高校生を集めて4週間の日程で行われる。ジョージア学校分校が域内にあり。 またワイヤグラス、ジョージア高科カレッジが、地域のすぐ外1マイル、週間高速道路75号線近くにある。市内にはまた、エンブリーリドル、航空大学ワールドワイドムーディキャンパスもある。航空宇宙の科学、実技、事業を教えている。バルドスタ地域空港が、市の南3マイルにあり、デルタ航空が、ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港に、 定期便を飛ばせている。またアトランティックサウスイースト航空がデルタコネクションとなる。グレーハウンドのバス停も市内にある。1898年、バルドスタ路面電車会社がパターソン、アシュレイ、トゥームズ、ディー、ヒル、セントラル、ゴーオードン各通りで路面電車を運行する通行券を確保した。アメリカで路面電車を運行する最小クラスの都市になった。 中心街で1899年から1924年まで運行された。廃止になった軌道は1940年代に外され、戦争のための金属材料として使われた。ラウンズ軍歴史協会と博物館がバルドスタ・カーネギー図書館に入っており、この建物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されるカーネギー図書館である。 州内には24カ所のカーネギー図書館がある。バルドスタは高校アメリカンフットボールで強い伝統がある。バルドスタ高校、ワイルドキャッツはこれまで829勝、全国大会優勝6度、ジョージア大会優勝23度、地域大会優勝41度の実績があり、国内でも最大級に成功したアメリカンフットボールのプログラムがある。同じ街のライバル校、 ラウンズ高校も1980年以降にジョージア大会優勝を5度経験した。地元私立校バルーウッド学校はクラス A で州のフットボールタイトルを4度獲得した。毎年開催される公立2校、ラウンズ高校とバルドスタ高校の対抗戦はウィナーズビルクラシックと呼ばれている。バルドスタ高校が34勝16敗でリードしており、 ウィナーズビルクラシックと呼ばれるようになった1981年以降では19勝12敗となっている。アメリカンフットボールバルドスタ州立大学ブレイザーズはディビジョン2の全国優勝3回、ガルフサウスカンファランス優勝6回を経験している。テニスバルドスタ州立大学男子、テニスチームは NCWA ディビジョン2の全国優勝を2回経験した。 全国大会にも3度出場した。ガルフサウスカンファランスでは9回優勝した。2011年 GSC 選手権を5連覇した最初のチームになった。野球バルドスタ州立大学で最初の野球チームが結成されたのは1954年であり、1955年の大学間対抗戦で最初の公式シーズンとなった。トミー・トーマスが1967年にコーチになり、 2007年まで続けた。トーマスの下で34シーズン、カンファランス優勝2回、ディビジョン優勝3回、全国大会出場8回を記録し、1979年にはディビジョン2で全国優勝した。トーマスは NCWA ディビジョン2では生涯で1302勝を挙げた。2008年にグレック・ギリアムズがヘッドコーチになり、 最初の年にガルフサウスカンファランスのイーストディビジョンで優勝し7年ぶりにポストシーズンの大会に導いた。1915年、現在は亡くなったフェデラルリーグのニューアークペパーがバルドスタで春季トレーニングを行った。20世紀を通じて市内にはいくつかのマイナーリーグ野球チームがあった。1906年に始まったジョージアステートリーグではバルドスタスターズが参加し、 加盟した6都市の一つになった。1946年から1958年、バルドスタ・タイガースがクラス D のマイナーチームだった。ブルックリン・ドジャースの参加だったバルドスタとロージャンズが本拠にしていたこともあった。ESPN テレビの番組タイトルタウン USA は2008年春に始まり7月まで続いた。大会優勝の経歴をもとにファンが 国内の街や都市を指名するものである。パネラーが指名された街を審査し、ファンが5月に投票して20世紀の決勝進出者を決めた。スポーツセンターが7月に各都市を訪問し、7月23日から27日のファン投票で勝者を決めた。バルドスタ高校のアメリカンフットボール勝利記録があり、多くのスポーツで大学高校が優勝し、他にも 学術部門での実績があり、2008年 ESPN のタイトルタウン USA では、バルドスタが決勝進出者に残った。7月28日、ESPN のウェブサイト投票所に入ったファン投票の29.2%を獲得して、バルドスタがタイトルタウン USA になった。バルドスタで聴取できるラジオは、AM4 曲、FM13 曲がある。 バルドスタッシュとラウンズ軍は、フロリダ州のタラハシーテレビ市場に属しており、そこからの放送を受信している。近くにある、オールバニ市場からもいくつか受信できる。ありがとうございます。